はい、こんにちはー。こんにちは。今週も始まりましたね。始まりましたねー。えー、?MeB.FM。MeB.FM からお届けしております。えー、ザ・晩酌。はい。えー、3回目なんだけど、えー、放送は2回、放送3回目か。放送3回目です。はいはい。0回、1回、1> はい、2>, 2回目ということでね。よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。私が、えー、はい、えー、自己紹介、丸ーと申します。梅ジャムになりたい丸ーと申します。よろしくお願いします。えー 私がメテオです。ライマーです。ライマーなんだ。ライマーなんでライマーの俺たちなんでけど。ライマーの俺たち J ライムをやっております。今日はいつも一緒にやってるババマウスさんが今日、今日料理出ている。昨日の晩から料理出ているね。そうなんで漁師だからあの船に乗って今魚を取っています。なので今はねちょっと今日は不在になっちゃいますけど。俺たちにつまみだけ送ってくれて。そうですよ。盛り過ぎなね。昨日の夜からもうあの あれだよ、ね、LINE 既読にならねえから多分もう海の上で,そうです県外にいるんだろうね県外,県外の男はいいやーバ馬場スさんがね局材ってことでねちょっと寂しいですけれどもなんとかもうそれこそ馬場スさんにも届くようにねそうだねでっかい声で <laughs> 大も得るじゃないけれどもやっていきたいと思います <laughs> いいお願いします、よろしくお願いしますいやー今日はねちょっといつもと一味違いますよな、うん、なんつったったてね、かなりの もう大先輩が来てるわけです。年上、あれ年上、うん、俺たちの年上、大先輩。そうです。えー、昭和四十八年生まれ、はい。千九百七十四年、七十三年になるのかな？七十三年になりますねうん、うん。誰がいるんだろうその世代。その世代はね、えー、っとウジさん、宇治さん、ハブアイスクリームさん、はいはいはい、リノさん、はい。えー そうですね新野スケートさんとかいろいろいるいるったと思すごい人はそ、ね、かじゃないですか赤い目ジェットコースターに参加してる人たちがその、えー、年代だと聞いたことがありますはいはい、はい、なるほどもうねすごいもうあのー、とにかくすごい年ですよ松坂世代じゃないけどそのあれ多分その世代っていうのあるでしょう、ね、<laughs> はいはいはい,はい、はいはい、じゃあお呼びしましょうはいち、えー、みどろからはないさんでございますはいどうもこんばんははないさん今いきなりすごい名前が 連なったところで、なんか、で、で、なんかこう、出にくいですけど。いやもう、花井さんも,もすごい人ですよ。ち、はい、みどろというバンドでライマーをやっております。はい。花井と申します。えー、今日は本当に、BBFM、えー、ザ、ね・ The、晩酌、ありがとうございます。はいね、いや楽しくいきましょう。<ー>じゃあまず乾杯しましょう乾杯で。乾杯いやー、盛り上がってきましたね。<laughs> ババマウスさん、残念ですね。本当にね。 先、あの、この間の放送でね、親友宣言、<laughs> <laughs> 花井さんとババマウスさんの親友宣言があったんだけど。そうそう、花井さんがね、僕はちょっと普通に聞いてて、うん、そう、コメントいただけまして。うん、で、あのー、宮町っていうね、前回出てくれた人も花井さんと同じテクノラップバンドの、テクノライムバンドの、<laughs> はい、チミドロっていうバンドでね、<laughs> 本当に、うん、あのー、マルショーさんもメテオさんもみんなね、こういう範囲すごい広いと思うんですけど、チミドロ、 二人連続でいいのかっていう感じもしますけど。まず、あの、賞をインとすれば、馬からじゃないけど、まあ、ちみどろ馬って言ってるわけじゃないんですけど。難しい言葉です。まずね、土台からですよ。ありがとうございます。一となってるちみどろをね、まず、老落しようと思って。ありがとうございます。そしたら、もう、そこから広がっていくんじゃないかなって、いうすごい勢いでね。まず、もう、ちみどろ全員呼びます。はい。順番に、まず、ちみどろ。そうですね。七人。尊敬してるからね、めちゃくちゃ。そうなんですよ。ちみどろ、本当尊敬したい。はい、もったいない。 本当詳しいし、いろんなことち,ちみどろの、まずあれでしょ起きてちみどろのメンバーが何してるかを SNS で確認して、<laughs> まず調べて。<laughs> あの、ナオさんはもうすって言えば鈴木奈オ出てくる <laughs> <laughs> リーダーの鈴木奈オさんって人がいるんですけどね今関西に住んでるんですけども、一人関西なんですよね、リーダーだけそうですね。すね<で>7人いて、はい、七、ね、人いて。うん、で、あのー、まあ、あと楽器もいてね。そうです、ね、まあ、そこら辺の、そんじゅそこらの、 あのブレイクビーズ集団と違うのは結構その楽器バンドなんですよねそうですねベースがいてベースがいてドラムがいてキーボードがいてキーボードがいてっていう感じでやってますねなるほどなるほど、はい、いやでもそのやっぱねほんとチュミドロのいいところは、はいあのー、リーズナブルに遊ばせてくれるっ <laughs> やっぱ音楽とかやってると結構そのライブ前の お酒飲んだりするその前飲みとか、あとライブ後の打ち上げとかで、音楽とかやってる人って高いとこ行きがちなんですよね。あ、そうなの。一人五千円とかかっちゃったり。わ、それはちょっとそうですそうです。もうあのすごいの頼んじゃったりするんですよ。はいはい。そちょっと財布にちょっと厳しいですね。ガーリックステーキ頼んじゃったりね。あの渋谷の道玄坂のホテル街のとこにあるさ、安い店あるじゃない。はいはいはい。なんだっけそれ。 スミレだ。はい,はいはいはい。すみれで打ち上げって。アルプスシリーズ。スミレね、はいとか言って、細巻きとね、とか言って、ご本日だとか言うと、もうすごい量来ちゃって。はい、結局5000円ぐらいいっちゃうんだよね。そうなんですよ。細巻もね、ちょっと量頼まないといけないんですよね。あ日本以上からとかね。 だからねやっぱそのからくりにやられちゃってずっとお金結構かかるなと思っててそもそもそのお金かからないのがヒップホップだと思ったのにお金すごいかかるっていうライブとかってギャラとかってもらえるもんだと思ったのにお金出てくるばっかりだな本当った中にチミドロですよはいはいはいチミドロで初めて足が出なくなったっていう足は出るんですけどチミドロでってチミドロと初めて会って初めて黒字になったチミなるほどチミドロと一緒にライブをしてってことチミドロが遊び方を教えてくれてコンビニの前でいいんだよ先はなるほどなるほどなるほど 先ほどコンビニまで寒いの我慢したらいいじゃんみたいいいな。で、あいいんだこんなふうに飲んじゃってみたいなで、つまみとかもうまい食べ方教えてくれるんですよねうん、うん、また花井さんとは別なんですけど一味どろさんっていう一宮さんっていうベース弾い,、ね、いてる人が千葉のもう本当のサーファーで本当の偽物のサーファーなんていないんですけど <laughs> <laughs> あのリアルかフェイクか問題ねでも本当リアルもフェイクもないです全員人間 <laughs> なんか、はい、昨日かなんか上げてたよね純也かなんかのインスタグラムで。はいうん 駅かなんかにいて駅の構内でぐるって回ったら二人が駅の構内の壁のところにッとつまみを置いて飲んでたいいねこの間週末秋葉原でねちょっと集まれるメンバーでスタジオ入って練習してその後その後にちょっと飲むかっつっていい飲み方でも寒いじゃないですか最近寒いんでちょっとこう屋内で飲みたいなっていうので秋葉原の駅って大きいじゃないですか。 でなんかで中二階みたいな,なんか中途半端なスペースがあるんですよね、はい、あそこ行こうっつって風も来ないからっっ、はい、あそこでしばらく飲んでましたね出ますなそうなんですよただそのチミドロと一緒に行ってそうやって外とかで飲むと結構その少年男性とかがイブカシゲに見てきたりとか <laughs> 少年女性がイブカシあ性別は関係ないですけど、うん、見てきたりするじゃないですか、うん、こうなんだろうあの人たち通報しちゃおうかなって駅員さんに来たりとか、うん、でもチミドロと飲んでるとそういうのがないんですよみんな清潔感がある。<laughs> あはい ヤンヤさん、服とかよく買いに行くんですよね。ハナヒさん、どれぐらいの頻度で服服, <laughs> で服ですか服でもそんな買ってないけどな、はい、俺は。うん、あでも買ってるんじゃないですか、結構。ヤンヤンまあそうですね。はい、僕、高円寺が近いんで、あの古着屋さんとかって。ヤンヤ革ジャンとか持ってますからね。そう、あれもね、あのね、はい、ドムスタっていう高円寺の、はい。

なんんととかかいけるる思うんですよね清潔感はある確かに<潔>俺もちみどろのメンバー、えーとみえー、飲んだ時にさ、はい、秋葉原のさ慢性ビルの横のところのそうです F ですす、ね、夏の暑い時にあのビル風が気持ちよくてあそこでちみどろのメンバーがいたんですよねメテオクに呼ばれて、はい、そう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 、えー、あの一つですよ一宮さん一宮さんやっぱり清潔感がすごいありました <laughs> すごいありますやっぱりねあの本当 <laughs> かな <laughs> 普段はあのー。 もう潮止めの方で働いてる有名なデザイナーなんですよ高名なデザイナーでであの2億円ぐらい持ってるんですよなるほどなるほど余裕があるだけどもう浪費家じゃないっていうはいはいはいでもほんとねやっぱ結構日本もあの経済のレベルがシャレにならないぐらい今その落ち込んでると言いますから2億円持っててもケチケチいかなきゃ破産ですよ次の日にはそういうことを教えてくれた人ですよねやっぱり その駅で、駅で飲まれてて、そう。でも怒られたことないじゃないですか。あんまないかもしれない。あと、うるさくないんですよ。うるさくないね。うん。あははとかじゃないんですよ。ああ、そう、それあるかもしれない。こんなことがあったんだけどさ、なに聞こえないんだけど。いや、いいや、いいや。肩寄せ合って。そう、肩寄せ合って。もう、あの、聞こえなかったら、いいや、いいやって。もう、俺の発言なんで、どうでもいいやって言っちゃうんですよ。そういうはいはいはい。あの、マルショさんが今言ってた、あの、マンセビル、あそこも一宮が見つけてきたんですけど、はい。 肉の万世っていうビル一棟に1回ずついろんな肉屋さんが入って多分上の階行くほど高級なんですよそこの1階がコンビニなんですけど 3F なんですねそこもちょっとんかこう肉の万世とコラボしてていろんなつまみが置いてあるっていうそうそうそう店員さんが肉の万世の制服着てそう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 そこで飲むのがねいいぞっがあるし もももう机ありますんみススペー地下が大衆店でだんだん上に行けば行くほど高級店そう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 肉ののかそういう志望遊戯みたいなトイレもあるし灰皿もありますからもうあそこ最高なんですよねそうですよただ今なんか改装してるらしくて3月のね何日かにまた再開の復活オープンがあるらしいんでそこにね皆これ聞いてる人たちも狙っていきましょうイベントやりましょうよ音楽かかんないイベントやりましょう 挨拶。って隣が担々麺屋。はいはいはい。ああそのラーメン屋に出前取ってたもん。そうそう。普段はやってないのよって言ってんけど。そうそうそう。なんかイッチーさんが居酒屋万聖ですね。イッチーさんが頼んだら出してくれたもんね。そうなんですよ。やっぱイッチーさんは顔ですからね。でその万聖ビルやっぱ記事にしたのか分筆家であるチミトロに分筆家がいて。はい。 あのライターって言うんですけど、はい、あのグラフィティライターじゃのの方じゃなくて文を書く方、はい、それがね鈴木奈さんってリーダーなんですよ。大阪に一人いるっていう,いていう単身大阪で根を張って男を張ってるんでいやおおお男女を張ってるんですけどもう本当に人間,人間を張ってるんですけどでもね奈緒さんがやっぱりあのオリジネーター誰なんですかパイオニアは誰なんですかってやっぱ奈緒さんに聞いていくと。 大体イッチーさんなんなですよね,そ,すねそのナオ、うん、さん記事にした遊び方をイッチーさんが最初始めたただイッチーさんあの筆ベタなんですよ筆まめ、うん、じゃないんですよねだからそれを発信するっていう意識がもともとないんですよ、ねうん、なくてそれできないんですよやっぱすごいあのー、もう多分俺が、ね、140文字限界みたいな、うん、ツイッターでギリギリみたいな感じの人で <laughs> だからそうやってこうねこうやって飲んでるら俺が楽しいんだよみたいなところでやってる人だからね,ねやってる人だからじゃあナオさんがじゃあ分かったお前の魂を俺が受け継ぐって言って

なんか最高の人はデイリーポータル Z でなってるはずです。はい。まあそこも本当初めて行くと本当上がりすぎちゃってもうあのー。 慢性のカツとか頼んじゃうけど、あれってやっぱりダメなんですよね。何個も買ってきちゃってそう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 。お登りさんがやりさんがやりがち。そうやっぱね、みどドに教わったのがね、つまみをね適量っていうのを教わりました。少ないぐらいでいいんだよ。少ないぐらいがいいんだろうね、多分。だからやっぱ大学生とかって飲み会の時に、もいろんなもうコーンバターとかもそのチャーハンとかコーンバターとか、あの全席にコーンバター三つ頼んでいいんだろう。誰もあんま食わない最後残しちゃうみたいな。それすごいもうテーブルも汚くなるし。 うん、残しちゃうし、ね、でもだからちみどろはほんと2品頼んだらなんか頼まれ、うん、てしまってなくなったら次だろうもん,うん、うん、店員さんにも優しいはい。もうそういうの教わりましたよそれがもう3年ぐらい前だと思うんですけども、うん、まあでも本当にね、うん、えー、いろんなちみどろと知り合ったらいろんな人紹介してくれてそれこそパリッコさんだとかもうそうだしちみどろが全てのルーツだと思うんですよね。でもその ちみどろっていう人たちと仲良くなってってなおさんに「誰々といつ仲良くなった?」って言ったらやっぱりねこの間出た宮町とかなおさんの幼馴染ですからずっと昔からしてていつ仲くなったか分かんないけども腐れ縁でみたいな感じなんですけどやっぱ花井さんとかイッチーとか知りたいですよねそうなんですトミーだとかやっぱもう本当に異物異物というか年齢も全然違うしねちみどろにも後から入ってったってそうそそうそ ちみどりに入ったきっかけっていうのを教えていただく俺ですか俺はですね俺はねあの普通にサラリーマンやってたんですよね会社に勤めててそしたらなおくんがその時その大阪の鈴木直さんそうリーダーの東のパリッコ西の直って言いま鈴木直くんが俺の働いてた会社となおくんが働いた会社が合併したんですよはい。おお。でなんか知らない人もいっぱい ななんつってその頃ちょうど聴いてた、うん、あのね時代的にね、あのー、サイプレス上のとロ<っ>ベルト・ヨシオンさんがいっ、ね、もうもう本当の貴公子そう CD 出し、はい、あ最初にアルバム出したぐらいで、はい、なんかそのフライヤーをもらってきて横浜のプリンスですねそうですねそこそれをねなんかね自分の仕事場の席かなんかに置いてたんですよそしたらなん,か直くんが思う こういういいの聞くんすかみたいなね内木田奈緒さんが絶対会社とかじゃもういつも心殺してるようなタイプが本当に勇気出したんですどうなんですかなんかそういう出会いだったような気がしますねなんか聞いたら自分もなんか音楽をやっててみたいな話で「ち、はい、みどろ」っていうのやってるんですよみたいなことを知って、はい、ちょっと今度なんかライブ行くよみたいな話をして行ってたと。 最初はそうやってねなんかね言ってたんですよね、はいで。そしたら僕もなんかもうねその頃はちょっと音楽自分でやるのはやってなかったんですけど、はい、昔その。 なんかラップをししてて友達と一緒にこう、はい、曲作ったりしてたりみたいな話をして、はい、じゃあ今度一緒にスタジオ入ろうよみたいな感じでんか一緒にやり始めたっていうのねあったんでそのスタジオ一緒に入ろうよって結構ね、はい、いきなりそこに行くのすごいですなそう経済活動、ね、会社って言ったら経済活動だから。<laughs> はい、そんなそんぬるいこと許されませんよね。あの釣りバカ認識じゃないんだから本当ですよ。ね、あんなあんな部署ないないですから、あんなのないですから現実には。その序列で言ったらやっぱ花井さんがその上も下もないけど上って言ったら上なんですよその世間一般で言うと会社で会社では一緒ではないです。みんなみんなひらひ社員だったと思いますよ。そうそのあの合併したんですよね会社が会社合併して大元の会社の方にいたのが吸収した方にどっちが吸収した花井さん方。どっちが？そのその辺よく分かんないですけど僕も。 <laughs> あ、じゃあその同列だったっ、同列だったんで、ね、同列でも花江さんリーダーだったみたいな、いやいやいや、みんなをまとめるのが上手だったみたいな、<laughs> いやいやいや。 多分両夫妻とも平社員だったからですかね。トミーと山岡ぐらいの。トミー部長とトミー副部長と。いやでもそのサイプレスエヌさんをきっかけでいいです。そうですね。サイプレスエヌさんと近々に会ったことはあるんです。いや僕挨拶したことなくて一回ライブで一緒のイベントになったときあって。熊谷じゃないですかいやえそれねあれあどこ埼玉埼玉埼玉のイベントであれだネギの深谷深谷の大学の。 何とかスタジアムみたいなとこでやってたところで出てて「どうする?」っつって「ちょっと挨拶しに行った方がいいかな」みたいなこと言ってたんですけどちょっと緊張しちゃって結局話しかけてないんですけどいやもう本当ねぜひ挨拶してほしいです是非ね絶対聞て上野さんも酒めちゃくちゃ好きですから上野さんも安い飲み方すごい知ってますはい、外で全然飲みます飲むと思いますよいやでも本当ねそれで奈緒さんが勇気出して多分行った時に普通でも そこまでちみどろふーんとかなんか上から気がしないんです会社の中って、うん、<laughs> っ俺こういうの好きだけどちみどろまあ知らないなとか言いそうじゃないですか知らなかったですね実際に真摯に聞くっていうねバカにしないで冷笑<で>しないでで最初は奈緒君と仲良くなったじゃないですか、うんはい、その時はメンバーが、えー、とこの先週来た深山とあと小洲本あとベースの一宮っていうのが。 メンバーだったんですけど、はい、まあ、なんだあいつはみたいな最初なるじゃないですか。まあ、なお、はい、なおが連れてきたけど。感じだったんですけど、<laughs> ま結構排他的なとこありますか、ね。いや,いやいやいや。で、最初 <laughs>、はい、そうだったんですけど、なんか大阪でライブをやるっていうの。で、金曜日の深夜に大阪でライブをやるっていう時があったんですよ。はい、僕メンバーになる前に。で、僕なんか、その時、なんか、機嫌良かったんだか、なんだか、分かんないですけど。はい 新幹線乗って会社終わってから新幹線で大阪まで行ってそのライブ会場に顔出したんですよおすごいそう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 自費悲でもちろんそ然なんやるとかないからメンバーでもないメンバーないからでもなんかやっぱちみどろに惹かれてるところがあったんでしょうねんか羨ましいなじゃないけどもんかそこまでするんだったらあいつ入れてもいいんじゃないかみたいな雰囲気がそこで出てきたんだと思うんで竹聞いてるかいそうだそうそう竹聞いてるかででそんであなんかこういうことするとね喜ばれるのかな って思ったら次のライブがフランスだって言われて、自然のフンのフランス、それはさすが行けなかったので。フランス大使館がお金出してくれてね。ただそのキセルとかバッキリノスとかね。一緒で。聞きました聞きました。さすがに行かなかった。そう考えたんですけどね。さすがにいけなかったですね。いやなるほどね。じゃちなみにその花井さんそのチミドロに入ったのが2006年とかでな、そのぐらいね。ね。 その10年前、はい、その会社員として10年間まあ何年もやってたわけですけども、はいはい、その94年からだいたいちょっとラップをしてたっていうのを、ね、それも聞いたんですけどもそうそうそうなんかね高校生ぐらいの時に<う>なんだろうなんでかな,なんか周りにそういうのやっぱり聞く友達がね、はい、地元の友達やつはいたんですよね。でその時ねおばあちゃんがまだ生きてて結構小遣いくれてそれで、はい、えっと新宿の学校帰りに 新宿のアルタのシスコとか、はい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 なんか十二インチとか買って友達と聞いて、これやべえっていう風になって、はいはいはいなんかねそうそういうことしてるうちになんかちょっと自分らでもやろうみたいな感じなるほどそれアメリカの音楽聞いてたんですか？そうあでもちょうどねその頃ジャダラが最初のアルバム出したりとか、はいジャダの最初のアルバムってなんていうんですか？ジャダラ大作戦大作戦それメジャーですか？いやあれはねあのメジャーフォースっていうとこから出してたやつタニケイさんの。なる メジャーじゃないけどメ、の前のメジャーの,の,の,の小泉今日子が、なんかちょっとスキットで入ってるみたい。<ー>えー、なるほど、なるほど。小泉今日子はメジャーな存在ですよ。よねそ,そ,そ,その頃はそうですね。だけど、ちょっと知ってる女の子みたいな。そうそう、なる,なるほど、なるほど。アイドルなのに、あの人、俺たちすぐ。

<laughs> はい、そうそれで、はい、その頃そうであと「宝島」って雑誌があって、うん、そこにねあれなんですよいわゆるタイニーパンクスですね二人が。 なんか連載持っててそこの端っこに ECD がちょっとコーナーを持ってたりとかしてそれを読んで何なんだこれはみたいな情報今みたいにネットがないから、はい、何だか分かんな、うん、いんですよ、ね、そうそうどこに行けばこの人たちの音楽聴けんだとか、はい、音源はどうやったら手に入るんだとか全然分かんなくて、はい、そうやってこう友達と少しずつこうやりながら、はい、なんか自分らでもこうサンプラー買ったりとかですねターンテーブル買ったりとかして。お兄さん的なその教えてくれる人は 最初の大元こう源流みたいな人いたんですか。うい、それ以外なかったっす、ね。なるほど。じゃ、ね、洋楽聞くみたいぐらいのレベルの人はいましたけ、はい。なるほど。なるほど。自分らでなんかね。自分らで本当に、やっぱさすが東京の中学校って感じがしますね。ああでもそれは高校生ぐらいかな。高校生ぐらい。うん、高校はちなみに私立、私立。<laughs> ですよ <laughs> なるほど。はい、結構附属的な。<laughs> なるほど。いや、そういうとこにね。あのー。<laughs> <laughs> そういうところで私立っていうね,ねある程度経済的余裕がないとやっぱり文化っていうものはこの m ービー f m も、ね、そうですけれども本当貧困すぎちゃったら、うん、音楽とか震えない会えないんじゃないかなっていうい<や>それこそだからねそのお,お小遣いくれたおばあちゃんには本当感謝してますね、うん、そうなんですよなのでこの本当この、まあ、理念というか m ービー f m の話になっちゃいますけれどもやっぱある程度お金がないと余裕がないと。 触れ合いないんじゃないかなっていう。うで,でも今はそんなことないか。うん、それこそね、あの本当のあのアメリカみたいに近づいてきてるかもしれないですね。どうですかね。ねそうですね、うん。でもチャンスはやっぱりお金があった方がね広がりますから。うんはい、あのパチンコとかにはまんないってね。<laughs> はい。いやーちょっと昨日さ、はい、あのー、夜中ラーメン屋で飲んでたんだけど、はい、ただあのなんかテレビがあってさ、テレビであのー。 何、あのー、だろうリオリンピックオリンピックのなんかやってたんだけどもそれでよよおじさんが隣に座ってるおじさんが酔っ払っちゃってて、はい、で一、あのー、人で来てるお客さんが3人ぐらい,い、はい、でみんなその何、えー、だっけな何やってたのかなカーリングかなんかの見たりしててそしたら「おい!」とか言って一人のおじさんが酔っ払いすぎて「はい、もう俺たちはなんで稽古にこんなことロスケとか稽古に負けなきゃいけねえんだ」ってバズてて。<laughs> マジですか やばすぎるよ、それ。で、それに対して、奥に座ってた50歳ぐらいのおじさんが、はい、タクシーの運転手さんが、その蹴れてた人は。はい、最初は静かに飲んでたんだけど。はい、ケトウとかロスケとかもうほ差別用語じゃないですか。日本酒をね、2合ぐらい飲,飲んでたのかな。そしたらもういきなり人格が変わっちゃってはいはいはい。いロスケ、俺はうちの父、親父は、 戦争持ってかれていくかかか、はい、れれれらそも嘘かもしれないですからねででロスケとか関係ないよって言って、はい、その周りの人が言ったら,らいいやうちの親父がもうやな目に会ってんだうちの親父は戦争で持ってかれてロスケんとこ行ってんだとまあそれもね直接そのオリンピックの選手が責任あることじゃないのにね,ね全く関係ないですよ ノスケとかケトなんて今言わないですよ。言わないですけど、な何なのそれもう本当時代錯誤罠らしいですよ。そしたらそしたらそしたらもうあのだから喧嘩みたいになりそうになっちゃったはい。そしたらあのマスターがはいあのしょえ七十歳ぐらいのマスターがはいやってるんですけど、それがこっち側に来てはいお前たち面白くないぞはい俺の店で面白くない飲み方するなって言ってああいいですね最高。したらもうおじさんたちシューンってしちゃってはい。 で終わったんだけど。あなるほどなるほど。なんかね、日々そういうなんか給付マンとかで、はい、もありまそういう方向に、ね、ヘイトスピーチっていう方向にぶつけちゃいけないですよね。<laughs> いやでも本当にいい話です。それ事情作用があるっていうね。うん、どんなにその汚い飲み屋、うん、もうあのいわゆるそのリテラシーが低そうだなって思ってるところにもリテラシーは存在するんですよ。しますね。もう本当にそのそこの二割が自然とそうなるっていうかね、うん、働き あれサボり橋じゃないけども、うん、働きがあるけども、ね、まあそのうさも嫌なことあって、はい、なんか誰かにこう切れたかった、ね、何か切れる理由を探したか探してたんだと思うんだよね。はい、それがねやっぱりそのね民族差別とかに繋がってるのは良くないですけどね。うん、いやでも本当にやっぱあの日々ね。 経済的に困窮するとやっぱりどんどんん気持ちもみますすさまからね,みますねそのおじさんもしかしたら超大金持ちかもしれないですけどね、うん、まあ分かんないですけども <laughs> でもこの花井さんがそれでね93年2年から <laughs> <laughs> 俺が全然違う話いや <laughs> いやいやいや全然全然今そうしたいのは花井さんといつもその問題 LINE 同じでんですから <laughs> これでもね花井さんのバンドメンバーがなんと差別発言を <laughs> い,やい,やい,やいやまあねこれ緩くないから <laughs> 差別発言したの差別発言じゃないですけどまあねちょっとあのー、まあちょっと信頼的特徴に関して。 ちょっとあることを言って面白いと思って SNS でつぶやいてで奈緒さんがそれをやめてくれないかっていうまあちょっと事情作用が働いたんですよまあそうですね,ですね事情作用っていうのがやっぱねどこでも働くようになるその世界がそうなってるといいですねそうですね、はい、やりとりしながらねうんいやじゃあつまみのコーナーに行きます曲かけましょう曲かけましょうごめんごめんごめん,ごめんじゃあちみどろの曲をかけましょう お、ありがとうございます花なさん曲紹介いいですかはい、うん、えっとですねまあいいですか、じゃあ紹介しちゃいますはい、えーちみどろでただの錯覚<あ>サッカーボーイリミックスでイエイじゃあ味で悩み解決のコーナーに行きましょうか、はい、解決のコーナー味で解決のコーナー行きましょうょ、ね、皆さん悩みを味で解決しますえー、じゃあアボくんお願いしていいのかなえっと、そうじゃあ、えー、えあの、今回も、はい <laughs> えー、悩み相談のメールが来てますんで時間の許す限りちょっと味でバシッと解決してほしいなと思いますえー、じゃあ早速いきましょうえー、っとねきた,たえー、ラジオネームお悩み相談メール、はい、ラジオネームんい皆さんこんばんは,んばんは私は18歳の女子高生です、はいうん、私は とある男性アイドルグループがとても大好きで、うん、グッズや CD をコンプリートするためにバイトして、うん、高速バスや18切符を駆使して全国ツアーもできるかできる限り追いかけるほどのめり込んでいました、うん、私の悩みは先日そのグループが活動停止を発表したことです自分の生活も全てそのグループ中心に考え友達もおらず何一つ面白いこともない高校生活もそれだけを生きがいに乗り切っていました。はい 将来の夢も特にあるわけでもないし他にやりたいこともありません、はい、今はこれから何を生きがいに日々を暮らしていけばいいのか全くわかりません今ただ心にぽっかりと穴が開いたようで食事も喉を通りません、はい、私は明日からどうして生きていけば,けばいいでしょうか味で解決お願いいたしますで、PS で追伸があるんですけど、はい、我が家は、えー、PS 我が家は母子家庭なのですが 母が新しくできききたた彼氏の家に入りり浸ったっきり帰ってきません、うん、母は新しい彼氏ができるとたびたびこのようなことになり、うん、それ自体は慣れたものなのですが、うん、今度の彼は人当たりはいいのですが酒を飲むと間違ったふりをして私の体をいやらしい感じに触ってきてとても嫌です、うんうん、正直母と別れさせたいのですが、うん、どううすればよいでしょうこちらも味で解決できましたらよろしくお願いいたします。2> <laughs> 2個あ <laughs> 2つあります <laughs> 2つありまますすつな 一つずつ。ね。はい、うん、はいはいはい。まあそのアイドルっていうことですよね。うん、ねこれからどうやってね生きがいを失って生きていけばいいのかっていうとことですねな。なるほどね。なるほどね。なるほどまずはあれですかね。あのー、納豆を食べてほしいです。はい。 しかも納豆のタレを入れないで食べてほしいです、うん、僕ははいはいであなたにとって多分その人があのそのアイドルグループが納豆だったのかもしれない、はい、でも実は違うんですよ、はい、納豆はあなた自,自身の人生、はい、であなたが欲してたのは納豆のタレなんですよ、うん、なるほどねカツオだしカツオだしのあれがうまくて納豆を好きだったんじゃないあなたは自分自身を愛してないんですよ、うん 納豆であのたれを入れないでちょっとだけ醤油を入れてみてください。うん、別にあのたれじゃなくてもいい。うん、なんだろう。醤油でも,でもいいいしい。塩でも美味しいんですよ。はい、砂糖でもいい。うん、それはあなた次第で別に調味料を変えれば納豆はあなた自身なんだからその粘り気だけを大事にすればいいわけ、ね。その、ね、ファンとして頑張ったっうそうだからたれですよ。たれ、うん、にすぎないあなたにとってそのアイドルグループは。うん だからあなた自身が納豆になってくれ。うん、僕から言えることはそうかな。間違いないと思います。じゃあ納豆ですね。これ、うん、は、実はあのー、ご飯とかもいらない。いらない納豆だけ、ね、納豆だけ。やっ、うん、山岡さんもね、栗田さんと新婚の時に、はい、栗田さんがあのー、生卵を納豆に入れてめちゃくちゃ怒ってましたからね。ね、うん、生臭くなると。うん、だからやっぱりそれは停止乾粕でミートゥーだけど、あのー、納豆、うん。 魯山人さんだっけ、うん、はなんかね左に1,000回あ、はい、左に300回右に400回だったりそういうのがあるんだよね納豆め,め,、ね、めちゃめちゃ混ぜるっていうねはいもうねやっぱ混ぜて混ぜて混ぜるとあのカニ味噌の味がするって言いますからね「あカニ味噌デイリーポータルジェッとかなんかでね見ました 1>,、うん、1万回混ぜたらカニ味噌になった、うん、納豆が、うん、大豆ってすごいんですよねだからほその大豆になってください、うん、あなたは大豆です、うん もうアイドルは、あなたタレどっちか。女性ですね。女性ですよね。なんかでもお母さんの今交際してる相手が触ってくるとか。触ってくるそれはね、あかんね。それはね、うん、あのー、それは俺はありますよ。ヨーグルトです。ヨーグルトはい。ヨーグルト。悪玉菌を退治。はい。うん。悪玉菌ですから、そのおじさんは。つまり警察呼んだ方がいい。なるほど。はい。まずね、あのー、暴力振るわれましょう、一回。<laughs> <laughs> 一回暴力振るわれる一回暴力振るわれてからの通報からさらに録画録音 <laughs> はいはいはいそれ大事ですから録画録音っていうのは録音だね録音はそうですね録音しましょうそこつまりその録音っていうのはあのヨーグルトについてる砂糖ですよ <laughs> <laughs> あのもヨーグルトれ <laughs> ヨーグルトについてる砂糖 <laughs> はい あれですあのすかれるじゃないですかでかいヨーグルトに砂とくっついてるよねちょっとしたと、はい、あれですあれでだからまあつまりその録音が砂糖そして通報がヨーグルト、うん、ヨーグルト乳酸菌は警察、うん、はい、はい、つまりこの三点攻めですよ三味一体だって <laughs> あの <laughs>、はい、<laughs> そうですそうですもうあの缶で正缶剤じゃないけどあのもう全部一体となってやりましょうはい三味一体になんでやりましょう, <laughs> <laughs>、はい、しょう本当に。にでもね本当録音する 機材がないことはないこうやってメールしてるってことはスマートフォンはあるかもしれないからパソコンでも録音できますからそれはやっぱでもお母さんも分かってるのかね何な,な,なんだろう、ね、まあネグレクトですよそれはね本当にだからやっぱねあいやもう,う君みたいなこう僕たちは救わなきゃいけないなそうそうそう、うん だからやっぱイベリコ豚食べた方がいい放牧されてそれネグレクトしてる豚ネグレクトされてる豚ネグレクトされてるから餌とかじゃないどんぐりどんぐりを食べるどんぐり食べてる放牧されてる豚を食べた方がいいそれスペインのどんぐりだけを食べるどんぐりだけ食べさせられてる虐待ですよほんに肉がうまくなっちゃって。最終的にね最終的に殺されて食われます肉がうう。ままくなってし だからそれはもうほんと豚肉を食べて最高の豚肉っていう貝が美味しいものでもあってねガン治っちゃうんですから、うんはい、いやでもほんとね、あのー、とにかくネグレクトされてる豚を食う、うん、ネグレクトされてる鳥でもいいです、うん、自撮り自撮りと鳥自撮りと豚を食べるとそうですそうです自撮りを食べて自分を強くなりとあ乳酸菌を取って。 自分ヨーグルトで強くして最後は警察とそうですそうです最後は警察養鶏場でやっぱ慣れ合ってるような養鶏場ってあの狭いとこねブロイラーとかブロイラーとかで慣れ合ってるものはブロイラーではないってことですから自撮りの方が実は高いんだよああやって一人で生きてる一人そのねえっと4平方メートルとか面積与えられて放牧されてる鳥の方が強いんだようまいんだよっていうだからあなたは絶対うまくなります。 うん、これ聞いてるあなた、さっきの相談者の方、うまくなりますよ。野猿、何、野猿大好きさん。そう、うん。猿食べてもいい。猿の脳みそとか、うまいって言いますよ冷えた猿の脳みそなんです。インディージョーンズでしか見たことないですけど。そう、です生きたまま出すんでしょあれ。生きたまま、の頭を食べるって言うじゃない。でも、本当に、それ、これ聞いてるあなたもね。あの、野猿大好きさんも、とにかく、もう猿の脳みそを食うぐらいの勢いでね。 あの、頑張りましょう。花井さんは。い。どうもです。だから、完全に傍観者になってましたね。うん。どう思います、この意見。今、真っ白ですね。でも、花井さんも、その、いわゆる、本人主義でした。結構いいよ。いや、まあ、まあ、ど、うん、でも、めっちゃいい。ね。自撮り的な。自撮り的な。いやいや、でも、そうですね。うん。どっちかっつうと、そうでしたかね。でも。 自撮りを食べてやっぱ家から出ちまえばいいんじゃないのそうですね。元気今あなたはブロイラーだよと家という自分の家に縛られてるけど年齢は何歳なんだろうまだ学生さんなのかな年齢は書いてないかな ?18 歳十八歳だったらもう家も出れるし自撮り自分が自撮りになれと羽ばたくみたいなねだまあお金がなかったらどんぐりを食べていべりブタみたいになれとそれでこう蓄えていゃえばいん。 と付き合ううそれ目標にししまょ男のアイドル男のアイドルと付き合うだから活動を停止したるんだったらむしろね今 SNS でバンバン DM をしまくって自撮りの写真送りまくって逆ンをするっていう全然いいと思うし会えると思う会える可能性あるんじゃないですかむしろねだからそこで元気になってそうそう悲しんでる場合じゃないとそうですそうですもうとにかく納豆のタレはいらないけど彼のタレになるとそういい ででもやっぱタレっていうのはやっぱ女の人のこと「あダメダメだミートゥーミートゥー」なのタレや女性のこと女性ビだから逆にね「さお」とか呼んでやりましょうお前は「さお」とか言って「おいさお」と「おいさお」って呼んでやればいいんですよほんで逆ミートゥーぐらいのね勢いで生きていってほしいと思います逆ミートゥーでもほんと絶対知り合いと思いますけどカツオ亭主なんてほんと不幸中の幸いですよいい方に暇してるから絶対うん どううでしょうかね事務所にオファー出しましょう100万ぐらい食べて <laughs> それで呼んじゃうってう、ね、そう呼ぶっていう、うん、家だったっていうね <laughs> お願いしますってそう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 カラオケボックスとかでも来てくれますからとりあえず営業に、ね、そうギャラさえ払いは逆にああいう事務所とか入ってる人ほどギャラもう関係ないと思うんですよねやっぱりもうほんときれいごと言ってられないですよ、うん、本当にねどうでしょうねこれで、ねはい、解決したのかなもし あれ解決してなかったようでしたらまた来週次, 2>, <う>次あ2週間後送ってもらいたいと思いますそうそうですね土壌でもいい土壌土壌じゃないウナギでもいいウナ,ギウナギ逆に食べるっていうね今本当絶滅の危機らしいけど、うん、ここは涙飲んでこういう時だから、うん、そう食う、うん、ア,イアイドルを放流してでかくなったらウナギ <laughs> シラスウナギを放流シラスウナギねナギアイドルそのシラスウナギ今金より高いんだからそう,そうですね でも20年30年後に苦しみばっと中年になったら戻ってきますから油乗って <laughs> <laughs> それを食うっていうねいいですよだからうな重もいいかもしれないですよあどうぞじゃあ次のお悩みいきましょうかはい、はいはい、じゃあ次いきますねはいえー、ラジオネーム「数ーで1日3回やる」さんからですはい僕は DJ をやっていますはいクラブで知り合う人の顔と名前が全然覚えられません、はい めめままししててじゃないのに初めましてでえと挨拶してえ微妙な雰囲気になったりクラブで会って「僕のことを覚えてますか?」と開口一番挨拶されて幸せをかく日々です、うん、特に「覚えてますか?」とクイズのような挨拶をしてくる人に対しては覚えていない僕が100%悪いのですが憎しみすら覚えてしまいます自分と同世代の DJ と比べても じゃあ自分は同世代の DJ と比べても音楽に対してはストイックに追求している自負はあるのですが先に出世していくのは一度会ったら人の顔と名前趣味まで忘れないようなナンバーワンホステスのように容量の良いタイプばかりで焦りも感じています自分はこの世界に向いてないんでしょうか味で解決お願いいたします でリクエスト曲サダミ強しゼラマンって書いてありますね。まあその曲はかかんないですね。ないですかね。これね分かりましてなを覚えられない。はい。その名前が一致しないこれはねもうね簡単。もう寿司。寿司。はい。寿司のねマグロ以外を食う。マグロとアナゴ以外全部似てます寿司は。確かに。はい。あの白いから白身魚がいいです。やっぱブリとかも似てるし。 あのタイも似てますブリとタイも似てるし何が何だか分かんないじゃないですか,か真っ白で、うん、黒ムツとかも、うん、全然黒くないし島味も白いし、うんあのー、とにかくね寿司で学んだ方がいいです司って結局も要は醤油の味しかしないほんでなるほどだけど、あのー、詳しくなればなるほど、うん、もう切り身を見た段階で気づいてくると思うんです。だからそんなの寿司に比べたら、うん 人の顔なんて個性ありまくりですよ。いや、いいかもしれないですね。まず、その焼肉でもいい。まず聞かれたら、あ、僕のこと覚えてますって聞かれたら、あ、やあ、って言って、外に連れ出して。回転寿司屋に行くと。なるほどね。まず寿司屋に行って。あの米が名前で。そう。あの。あの、ネタが苗字だと。苗字。で、お互い、ずっ話するんですよ。お互い。これって名前に負けてるよと。 はい。俺は丸山勇気あ、俺は勇気。はい。勇気が米で三王子がででかいネタのあの丸山と三王子に負けてしまってるよ。俺は悲しいよって言いながら寿司を食べる。そしたら多分その人も言ってくるんじゃないですか自分の名前を。なるほどね。間違いない。僕はうん。ぶそアナゴ甘い名前なんですよとか言ってアナゴの似たやつでわさびを効かせないと食べれないえっとなんだろう吉田 エリザベス一郎だったりです。なんか名前の途中入るじゃないですか。うんはい、そのワサビが実はあのおじいちゃんがあのヨーロッパの人でうん、うん、そのミドルネイバー持ってるんだよとか話になる。それで。うん ハレーション学校長谷川豊かじゃないけどそ過激なこと言ったねだから名前をヒッポッとげ、ね、あのアイスバーンさんが言ってないですかはい、はい、名はアイスバーンあな何だっけ姓はアイスバーン名はホーク言ってるんですよそ,、はい、それと一緒ですよねそのパターンで苗字をネタとして名前をシャリとして考えてみんなで話そうよみたいな 話にすればいけんじゃないですかアジとねサンマも似てるんですよあの青魚だから同じだから羽生君と羽生さんみたいな同じ字書くけども全然違うささいなねさいなやっぱ個性をねつかみ取るっていう舌で舌でこうあうこれがこのコリコリ感はこれだなっていうねコリコリコリ感はタイだなとかね うんボラを愛する男って人もいますけどね <laughs> ボラは難しい、ね、<laughs> ボラは難しいですよねやっぱりでもね寿司屋に連れてくるのがいいんじゃないですかいろんなね,なね魚魚の同じでねそうです魚の種類でしょう、うん、それであのー、これは小さい時は出世を これは名前が全然変わっていくんですよ名前にまつわる話ばっかりすよそういえば小さい時なんて呼ばれてましたみたいなそのこれはハマチなんですけれども昔はサヨナとか稲田とか呼ばれてるんですよあなたは稲田の時はなんて呼ばれてましたかって。 そういう話うんそうですそうですだからって魚って名前が変わるから変わりますね出世魚いますからねこれもねだってね北海道では近畿近畿って今日そう馬場さんの場所によって場所によって呼び方違うんだからであなた何でしたっけみたいなねそういう流れにもなる難しいです北海道側から見た私からまあなたのことこう呼んでたけどあなた側はどうでしたか聞けるし 魚で練習すれば人の顔なんて簡単に覚えられます寿司屋に連れてくっていうの焼肉でもいいこれはカルビカルビとかもやっぱ見づらいもう分かんないじゃないですかこれカルビこれカシラとかハラミとかでも本当にもうプロになったら分かってるわけじゃないですか見ただけでうんちくを垂れ流せるでも本当あのそういうことですよとにかく焼肉よりは人の顔っていうのは焼肉よりか焼肉なんてもう垂れもかかってたりするしやっぱもう血だらけのね あの肉でしかもなんか内臓, <laughs> 内臓とかになってくると余計分かんないですけどねうかで。<laughs> で緑とか、うん、ほうねこれはョ町だとかね、はい、全然分か,分かりにくいけどそこをこう見分けつけばはい。 でもあんまりやりすぎると炎上しちゃうからね。でもホルモンも炎上するんで、ブワッつって。そうそうそう。ハレーション起こすためにやっぱりあんまりやりすぎると炎上しちゃうんですけど、あの多少失礼だと思わないでぶっこんで見るっていうね。怒ったら怒ったで仲良くなれるから。怒ったらもうあのトングに効率感でその人につければ大丈夫。そう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 ちょっと網変えてもらうとかね。そうそうそうそれで大丈夫です。はい。 じゃこれで解決かな。これにて意見な着です。いやもう一個あるのかな。いや今日はあのこれでおしまい。あじゃちょっとありがとうございました。でも本当ねあの最初の人は納豆で次の人が寿司焼肉ってことで。いやいいですよ。これまだまだ相談したい人いるんじゃないですかこれ。ねまだまだちょっとまだ間に合うんで送ってきてください。それじゃちょっと読んではいアドレスをね。アドレスをえ B A N s-h-a-k-u s 晩酌ですね。ローマ字読みで晩酌になります。b-a-n-sh-a-k-u ア、えー e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 , e ね、ットマ、e えーク MEebee.me b-a-n-sa-a-a もう一回いきます。b-a-n-sh-a-k-u アットマーク MEebee.me ドッ、e、ト、e e e、まで、えー、お便りください。よろしくお願いします。お悩み相談コーナーやってます。 花井さんとかは人の顔すごい思いますよね。いや僕も結構ね覚えてな,ない。覚えない。あの、えー、<う>高橋さんとか覚えられます。<laughs> いやもう,う彼はもうバッチリ覚えてますけど。でかいからねから。やっぱほらこういろんな暗いところで人がいっぱいいて自分も酒飲んでてみたいな、はい、ところでわーってすごいね仲良くなってもねちょっとそその時でちょっと記憶がぼんやりしちゃう時とかってありますからね。ねクラブとかねやっぱ我々が普段 ライブしてるライブハウスとかになるとね、結構きついもんがありますよね。いや、悪気があるわけじゃない。そうですね。その、えっと、何さんでしたっけね。ええ、一、数で一日三回やるさんも。はい、数、数って何なんですかね。数って、あの数さんの匂い。数さん。数さん。もう一人の、あの、なおさん、の友達の数さん。数さん。あの数さん、の許さず、それ、数さん、ミートゥーだよ、それ。まあね、こんな興奮しちゃう時もある。 こうい風いきなり熱くなるんです週刊言いわかしきいやでもあの花井さん今日ありがとうございますいやいやいや本当にね嬉しいっすよ花井さんでも本当ドイツ旅行行きたいけど奥さんが反対してさっきツイッターで私に行くって言って花井さん寝込む時がたまにあるいありますねそうそうそう。どどういうことなんですか僕ね本当にね何度も寝込んでて今はい。 会社行かなくなって、何日も寝込んじゃうみたいな。はいはいはい。それは気持ち的メンタル的な、そう、完全にそう、そうなん。なるほど。この四日フリースタイルの。やりましょう。やりましょう。オープンマイクのやりますか。わーやりましょう。そう。じゃ、あちょっとトラックあるんですか。パパマースさん、のトラックあるぞ。お。今日、本当残念だったな。また会いたい。はい。いえ。よう。よう。酒にいよう。よう。気持ち。 Yeah, 北島康介よ陽介ザ西島日本人で初めてのヘビー級選手選手点取るライカリバウンドダイエット気をつける俺のやり方頭吹け 飛ぶぐらいシャンプーしないナチュラルライカタモリ腰半身よくするだけだけど俺が好きなのは今恐怖剤だけれどもかなり深いどこまで行くこの遠く 遠く俺たちどこまでも行くもケ <laughs> <Yeah. S 1>、好きなのもカメ俺たちオガメ好きなのは竹コマンタレブーと一緒にプーと <Yeah. S 1> 急遽のな俺たち急遽飲む隣に血みどろのメンバーも酒を一緒に飲む <Yeah. S 1> ああみんなで遊ぶああエえ <Yeah. S 1> あれう 一緒に遊ぶ <Yeah. S 1> 俺たち晩酌ともにする yeah. Yeah. このスタジオであ僕もいるメテオーマルショーいつまでも飲んで楽しめるぜ <Yeah. S 1> その通りいや <Yeah. S 1> このストーリー太り気味の俺れよとおり で酒飲んでいって血みどろとのってあいそれで気づいてやつが今調子はどうだあいどうだい元暮らしこんなそばにいたぜ相当やばいぜ日大芸術学部卒業した奈緒さんと花井さん秀才好きなシュウマイささない集大9回裏で大逆転でも俺野球は見ない9回 俺ら集大気持ち重大俺も9回の裏逆転するような人生じゃなくいつもと変わらず君と一緒にお酒飲みたいいつもこれはい俺は今日食うのは何金目鯛じゃなくていいぜひラめ息きがれじゃないや俺たちはカレにするもカレ臭すらも俺たちのつまみにするうん最年長の男横にいる男俺たちの花い,い <Yeah. S 2> 花井が呼ばれてラップするちょっと <Yeah. S 2> ちょっとビートが聞こえないかな <laughs> だけど適当にかましてくぜ <laughs> 肉の慢性で飲んでるみたいに <Yeah. S 2> <Yeah. S 2> 寿司屋も行くけど <laughs> 寿司屋だけじゃない <laughs> <Yeah. S 2> コンビニ前でいつも飲んでる俺たちと一緒。 君と一緒、俺も一緒。俺たちコンビニの前で安いお酒飲んでる感覚でここで放送。知っているどうしようもない男の代表。俺がマルシオ、隣に寝てよ。出てもんじゃなくて寝てろ。俺たちメテオやめてよなんて言わせない。正解なんかないから一緒に踊ろう。パパと踊ろう。遊ぼう。あこぎなことより一緒に遊ぼう。酒飲もう。イェイイェイ o いヒトさんありがとう <laughs> そしてみんな <laughs> これで終わりだわ<ー>ミニー DFM 終わりだありがとうございます <Yeah. S 2> 乾杯乾杯乾杯 誰かにケンパイオ俺たちの前回も変わらず言葉でいい次のゲストは誰チミドロカラー呼びたい次のもとたちの酒何かを叫ぶよりも叫ずる地図をくれるあの13 <Yeah. S 1> と1からビッチなんていないでビーチクパチクしたいいえ、yeah, その通りだ俺の本名はモー <laughs> リーだ じゃー人生、ハイリスク、ノーリターン。ノーリターン、でも、花井さんは、その。<laughs> 懲戒に属したわけですけど、本来は、ねなしぐさんって、結構リベラルな人間なのに、懲戒って、結構右寄りな。連中に属してるのは、なんでなんですか。あのね、やっぱ、ちょっとコミュニティ的なところに、興味があって。はい。 そういうその地域に根付いた活動みたいな結構右寄りの人がいないんですかね海越日本海右左より多分多分地ですよねそうそう地こっちだと思うから中国人はどう韓国人はみたいまで言わないそんなにいないっすね良かったですまあその話で安心しましたまあそうだと思ってたんですけどねでも結構その世の中ね同調圧力とか懲戒だと ね、花井さんだってあれですよね今年最初にマイクを握ったのは<う>あれですからねあの神社の花井さんの尊ねるとこ中の俺たちは夜中の番長と君いやいやマイクロホームページャーの聞いてたコロ <laughs> 95ドン o ターンオフィーはライト

以上ですか。じゃあ、うん、ザ・晩酌、これでにて終了。皆様、ありがとうございました。乾杯,乾杯